かチャンネル。せーの、はい、みなさんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすです。ゆかすふです。はい、今日は何をしますか。はい、はい、今日はゆかにも私にも、はい、いろんな DM が来るんですけど、来る一番多い DM はやっぱ相談ですね。そうだね。なんか今こういう感じの恋愛関係ですけど、うんうんうん、まあもちろん韓国人と日本人、うん、それから日本人と韓国人一緒でもそうだね。恋愛関係の悩みで相談がありますみたいな、うん、これはどうしたらいいですかっていう DM が本当に多く来るんですよ。でなんかこう、うん、一個一個ね結構長くメッセージくれるので返信が今できてない状態なんですね。ごめんなさい。だからこれを私たちの新しいコンテンツの一個にしていこうかなと思います。これから、はい、コンテンツの名前は何ですかね。ゆかすんちゃんぎょん。じゃあまずまあ、ヨネイチャンギョンみたいに、はい、恋愛相談の有名な番組があるけど、うん、それみたいに私たちが恋愛相談に乗っていくっていうコンテンツをこれからやっていこうと思います。はい。悩みとかがある人はどうしたらいいの。だ悩みとかある人はまずインスタで、まあ、いつも長く送るんじゃないですか。それでもいいと思うよ全然、うん、でもしちょっともっと長く感じだったら説明が、うんうん、だったらイメールで。そうなので一応ここのイメールもしくは私たちのインスタ、うん、ID 載せておくのでそこのインスタの DM にご相談を送ってください。ファローして送ってね。ちょっと確かにファローしなくて普通に送るのはやめてくださいよね。はい、はい、なのでそれでお悩み相談っていうのを受け付けていきたいと思います。で、はい、インスタで返信するのではなくてたまにこのコンテンツを撮るときにここで私たちがピックアップして読んで、うん、お悩みに答えていこうと思います。はい、だからゆかすんちゃんぎょんでこれから続けていきますから、はい、いろんな悩みあるカップルとかいっぱいメッセージでも1個で送ってください。一個一個一個なんか考えてすぐかけておくってそういうのじゃなくて一個でまとめて送ってもらってもいいんですかね。だってさこちらにいっぱい来る理由はやっぱり俺の顔でこんな可愛い奥さんと結婚した結果がありますからみんな多分すごい俺に聞くと思う。なんかでもそう相談しやすいみたいで、うんうん、だから私たちもねこう見ててわーこれ答えてあげたいなっていうのたくさんあるんだけどやっぱり結構な量が来るから一個一個こう相談に乗ってあげられないのがすごくなんかこう申し訳なかったわけだから今回コンテンツでそれをお答えしていきたいなと思います。はい、結構おもろい感じでも何でもそうですいっぱい送ってもらったら、うん、うちらがやってあげます。はい、どうですか皆さんの意見は。じゃあこれもいいの、うん、なんか損の状況とかさ。あ、そう、正直わかるよ。仲間たちら今自分だけ好きの気持ちはあって相手は全然自分の名前もわかんないしさ隣で見てるだけでなんか夜それで満足しちゃうんだろうね。まあわかんないけどね。じゃから何でもいいの。まあ、チャッサランとか、うんうん、チャッサラン日本語でなんて言うんですか先生。片思いです。片思いの人とか逆に日本の女の子が日本の男が韓国の人たちらを好きになった場合は、うん、なんかそういう気持ちがあってだから何でもストーリーおもろいのあったら送ったらうちらがちょっとそうです。なので、はい、なんかこう最近の恋愛事情も知りたいじゃん、うちら。そうそうそう。もう恋愛して結構経つから、うん、だからそういう皆さんの新鮮な恋愛ストーリーとかお悩みっていうのを気軽に送ってください。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。インスタグラムと Twitter のフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあねさしてバイバイ。